皆さん、エンプティブラックボックスです。お願いします。ですね、今日はですね、はい、新中野弁天、ライブカフェ弁天に、来ております。今日はね、今からね、50人限定のワンマンライブ、やるわけなんですけど、その今オープンちょい前ですかね。何ですかね、まあ、今日ここからライブ告知をしたいと思います。はい、次のライブいつですか。はい、3月29日月曜日、渋谷オークレストです。ウェイ。EBB は初出演になりますね。そうです。確かね、EBB の本体はね、以前なんかで、はい、ありました。誰かアーティストの、はい、はい、さかちゃんリズム隊も実は、はい、クレストおおある、ある大物一家歌手のちょいちょいちょい俺だけそう、はい、あ、そう知らなかった。はい、何こういうのハブっていうか。いや、違います。なんで俺のこと呼んでくれなかったんですかね。いや、ちょっとこっちが高いっていう話で。まあ、それはいい。そうですよ。いなめない今のことでピックアップされる。分かんないですけどね。しかもそのクレスト、なんとね、月曜日なんですよ。そうです。祝日じゃないんですよ。平日ですよ。はい、以前確かウエストでもね、うん、月曜日っていうのね、はいはいはい、月曜日空いてるんですからね。でしょうね。でもね、本当に月曜日のライブだからこそ、はい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 、マンデーですよ。はいはいはい、回っちゃいますよ。はいはいはい、ローリングですよ。はいはいはい、まあ、その時やんないですけどね。俺だけ根に持つね。すげえ恥ずかしい感じだけど、そのね、月曜日、一応スリーマンっていう形ですかね。はい、そうです。一応オープニングアクトあるんですけど、スリーマンという形で、はい、久々に月曜ライブを、やってみたいと思うんでね、皆さん本当来ていただきたい。そうなんですよ。本当ね、月曜日だからこそ盛り上がりたいっていう気持ちがありますよ。うん、そう、それでね、来てくれた人の特典として、ポストカード。そうです。これ久々じゃないですか、ポストカード。久々です。うん、もう昨年、もうかれこれ2ヶ月と1ヶ月ぐらいですね。そうですね。3ヶ月3ヶ月ぐらい。そうですね。そのくらいもう本当に久々なんで、はい、皆さんね、来てくれた人に、俺たちが一生懸命作ってますポストカード、はい、プレゼントしますので、ぜひぜひ、もらってやってください。それね、初めての人もいるかもしれないけどね、うん、俺たちの写真とカレンダーが載ってますよ。そう、4月、そう、4月のカレンダーが載ってて、そこに俺たちのライブスケジュールがチェックしてあって、そう、これを貼っとけばもう忘れることはない。うん、うん、かといって思い出すこともない。いや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 、思い出して、思い出して。そんなようなポストカードに仕上がっておりますんで、はいはい、ぜひもらってください。来てくれた人ね、プレゼントしますんで、はい、まあ今日はそんなところですかね。そうだよ。まあこれからライブなんで、はい、まあ、今日はお酒はほどほどにということで、もうすごいゆっくり飲むんですよね、今日はね。今日本当に、そんな感じで、もう一度日程だけ、はい、3月29日月曜日、渋谷オークレストです。お待ちしてます。というわけで、エンプティブラックボックスでした。バイバーイ。バイバーイ。俺だけ。